着用する下着。毛出しとも呼ぶ。湯文字の上から重ねてつける、足首までの長さの布を刺す。主に女性が着用するが、男性が着用する場合もある。男女共に、裾よけの構造に違いはない。腰をおおよそ1周半する長方形の布に紐を、つけたものが、一般的で、下半身を保護すると同時に、和服の裾が足にまとわりつくのを避けるためのもので、普通は歯蓋へ。 ちりめんなど滑りがよく、静電気が起こりにくい布地を選ぶ。裾よけ現在の長襦袢が一般に広まっていなかった江戸前期には、下着として腰までの竹の半襦袢と腰巻きを一組で使っていた。半襦袢に代わって足首までを覆う長襦袢が広く使われるようになってからは、裾よけは下着としての湯文字と裾裏に縫い付けて裾がまつわりつくのを防ぐための 裾回しとに分化した。また、湯文字の上に一種のおしゃれとして付けた、絹などの美しい布で作った腰巻き状のものを、裾よけ、毛出しと呼ぶこともあった。長襦袢が正式とされるようになった現在においては、比較的質素なものが多い。捨ててこから、主に男性が着用する和服の下着。ありがとうございます。